日本の人口分布地域都道府県1884年発大阪は奈良を愛媛は香川を含む1898年末1950年以降10月1日2000年2015年過去の都道府県の人口一覧は1872年1月2日に成立した第一次府県統合以降の過去の都道府県別調査人口を 主に戸籍調査と国勢調査の結果を中心にまとめたものである。それぞれ参照。1871年5月22日に戸籍法が交付され、各地より提出された戸籍に基づき内務省により1872年3月8日付で日本帝国民籍国語表が編纂された。翌1873年から1886年までは、 各年年始の1月1日現在、1886年以降1897年までは、各年年末の12月31日現在での戸籍上限損する人口によって作成した戸籍表を提出させ、これを集計して、毎年の全国の戸籍表、または戸籍表が調整された。戸籍法の改正の結果、1898年以降は、 人口統計事務が内閣統計局に移り、より詳しい統計を把握する目的で1898年より5年ごと、1903年、1908年、1913年、1918年の各年末に本籍人口と現住人口をまとめた日本帝国人口生態統計が公表された。同調査の中間各年については、 日本帝国人口生態統計の値に加減して、各年の人口を算出し、日本帝国統計年間に掲載された。1920年10月1日以降以降は、国勢調査により5年ごとに実地調査が行われるようになる。いかに1950年から2020年まで10月1日に実施された国勢調査と、 1948年8月1日に実施された常住人口調査による都道府県別の常住人口をまとめる。常住人口とは当該地区に3ヶ月以上にわたって住んでいるか、または住むことになっている人口であり、常住地を持たないものについても調査時現在いた場所における常住人口に含む。沖縄県は1972年5月15日に 日本国へ復帰しているが、それ以前に、米軍占領下で実施された、国勢調査の結果については別表にまとめる。また参考までに2020年と1950年の、国勢調査の際に、国土交通省国土地理院、または建設省地理調査所によって公表された、都道府県別面積を合わせて示す。人口最大の都道府県、 人口上位2位から5位の都道府県。人口上位6位から15位の都道府県。人口界6位から15位の都道府県。人口階2位から5位の都道府県。人口最小の都道府県なお都道府県名は2020年の人口順に従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。 いかに1920年から1940年まで10月1日に実施された国勢調査と1944年2月22日、1945年11月1日、1946年4月26日に実施された人口調査、1947年10月1日に実施された臨時国勢調査による 都道府県別の現在人口をまとめる。現在人口とは、調査日の午前0時における、当該地区の人口のことであり、宿泊中、入港中の人員は、外国人を含めすべて調査時現在いた場所における、現在人口に含む。カラフトは1943年4月1日に、カラフト町として内地へ移管されており、1944年の人口調査では、 カラフト町として項目が設けられた。1945年の終戦以降、沖縄県とカラフト町は、日本政府の管轄を離れる。また1945年中頃から1946年初め頃まで、東京都を抑えて、北海道庁が、全国一人口の多い都庁府県となる。参考までに1920年の国勢調査の際に、 陸軍省参謀本部陸地測量部によって公表された都道府県別面積を合わせて示す。人口最大の都道庁府県、人口上位2位から5位の都道庁府県、人口上位6位から15位の都道庁府県、人口階6位から15位の都道庁府県、人口階 2, 2位から5位の都道庁府県、人口最小の都道庁府県なお都道庁府県名は1947年の 人口順に従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。現住人口以下に1884年1月1日町から1897年12月31日町まで、内務省によって毎年まとめられた、日本全国国公表日本全国民籍国公表日本帝国民籍国公表 および八百九十八年十二月三十一日朝から九百十八年十二月三十一日朝まで内閣統計局によって五年ごとにまとめられた日本帝国人口統計、日本帝国人口生態統計に記載された現住人口をまとめる。公主現住人口とは本籍地で集計した公募人口である本籍人口より出入気流者、 逃亡失踪者、陸海軍の兵衛艦船にある者、監獄にある者、外国行きの者のを過剰して得た人口であり、戸籍から移動した人口は含まれない。また戸籍抹消の手続きの不備により、実際の人口は現住人口よりも少ないと見られる。なお公主現住人口の上では、1883年中頃から1887年11月3日までは、 大阪府が大阪府から奈良県が分離した1887年11月4日から1893年3月31日までは新潟県が神奈川県より多摩三軍が東京府に移管された1893年4月1日以降は東京府が長府県別人口1位であった参考までに内務省地理局が井の渦をもとに算出した 関東内での府県教育の再編がほぼ終わった後の1903年、香川県の分離により47町府県が揃った後の1888年1884年の都道府県別面積を合わせて示す。人口最大の町府県、人口上位2位から5位の町府県、人口上位6位から15位の町府県、人口下位6位から15位の町府県、 人口界2位から5位の調布県、人口最小の調布県なお、調布県名は1918年の人口順に、従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。現住人口気流制度は、届け漏れが多かったため、入り気流者数が出気流者数を大幅に上回ってしまい、1903年12月31日の時点で、 厳住人口と本籍人口の間に約180万人の差が生じてしまった。そこで全国の入り、歴流者の差数を各県別の入り、歴流者数の比で各県に暗分修正して算出するという統計的補正を加えた厳住推計人口である厳住人口が考案された。すなわちある県愛のおつしゅ住人口は、おつしゅ愛イコール公主愛で与えられる。 おつしゅ人口は、公募人口をもとにした、推計人口であるのため、100の位で公表されている。以下に、内務省によって、自明治17年イタリ道40年道府県、げん人口、および、日本帝国人口生態統計に記載された、厳重人口をまとめる。 ただし1884年と1885年の北海道は三県一局時代として、函館県、札幌県、根室県に分割されていたが、オツシュ厳重人口においては、北海道として集計されている。総務庁統計局監修、日本長期統計総欄において、過去の都道府県別人口として掲載されているのは、このオツシュ厳重人口である。 人口最大の調布県、人口上位2位から5位の調布県、人口上位6位から15位の調布県、人口下位6位から15位の調布県、人口下位2位から5位の調布県、人口最小の調布県なお、調布県名は1918年の人口順に、従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。 警察署調査厳重人口本籍人口、公主厳重人口、乙種厳重人口はいずれも戸籍に基づいた公募人口であり、登録抹消の不備が年々蓄積し、実際の人口よりも多く見積もられてしまっている。一方明治初期以降、治安維持の目的で警察組織による国交調査が業務の一環として実施されてきている。 そこで1908年12月31日朝と1913年12月31日朝に限り全国規模で警察署調査による個々調査を軍事単位で集計した警察署調査現住人口が日本帝国人口生態統計に収録されている。警察署調査現住人口は政府発表の公衆現住人口、 オツシ厳重人口よりもより実際の人口に近く、相対的に信頼を受けるとされている。1908年と1913年の各12月31日朝、警察所調査厳重人口は、1920年10月1日の調布県教育による調布県別人口にまとめて掲載する。 1877年1月1日町から1883年1月1日町までは一部の府県を除き出入気流者数の集計が不完全であるため明治16年以前の市府半県別人口に関しては本籍人口を基礎とする。1872年3月8日町から1876年1月1日町までに関しては 市府判県別現住人口を別にまとめる。本籍人口以下に1872年3月8日町から1883年1月1日町まで内務省によってまとめられた日本全国戸籍表、日本全国戸公表、日本全国軍区分人公表、日本全国人公表、日本全国戸公表に記載された本籍人口をまとめる。 なお、行政の区割りが流動的であったため、廃藩地県が行われた1871年8月29日から1871年12月30日までは、金沢県が、北陸、甲信越各県で、第一次府県統合が布告された1871年12月31日から1872年12月26日までは、広島県が、ぬかた県が、 愛知県に吸収された1872年12月27日から1873年2月19日までは愛知県が香川県が名東県に吸収された1873年2月20日から1873年6月9日までは名東県が柏崎県が 新潟県に吸収された1873年6月10日から1876年8月20日までは新潟県が鶴ヶ県が石川県に吸収された1876年8月21日から1881年2月6日までは石川県が石川県から福井県が分離した1881年2月7日から1884年中頃までは再び 新潟県が最大の本籍人口を有する市府半県となっている。第一次府県統合は1872年1月2日に完了しており、本項目における市府半県別人口の変遷はこれ以降を対象とする。人口最大の市府半県、人口上位2位から5位の市府半県、人口上位6位から15位の市府半県、 人口界6位から15位の死不判件、人口界2位から5位の死不判件、人口最小の死不判件名を使い、不判件名は1883年の人口順に、従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。現住人口以下に1872年3月8日町から1876年1月1日町まで。 内務省統計局編、人口動態に関する統計材料に記載された、現住人口をまとめる。人口最大の市府判権、人口上位2位から5位の市府判権、人口上位6位から15位の市府判権、人口階6位から15位の市府判権、人口階2位から5位の市府判権、人口最小の市府判権名を使い、府判権名は1876年の人口順に、 従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。明治時代前半は、府県の教育が流動的であったが、1893年4月1日、神奈川県の多摩山群が東京府に移管されたのを最後に、ほぼ現在の都道府県教育が定まったと言える。いかに1920年10月1日の長府県教育による、 調布県別人口として、1873年1月1日町、1884年1月1日町、1893年12月31日町の現住人口、1908年12月31日町、1913年12月31日町の警察署調査現住人口、1920年10月1日町、 国勢調査現在人口をまとめる。1920年10月1日の府県庁教育に当時の地域人口統計を修正する方法は社会工学研究所の日本列島における人口分布の長期時系列分析に原則として従った。また、1893年以降は1920年の府県庁教育と ほぼ一致するため、元の統計の数字をそのまま掲載する。なお、日本列島における人口分布の長期時系列分析では、都道府県別人口をすべて死者誤入して100の位で掲載している。人口最大の長府県、人口上位2位から5位の長府県、人口上位6位から15位の長府県、人口下位6位から15位の長府県、人口,下位,位,位,人口下位2位から5位の長府県。 人口最小の調布県なお、調布県名は1920年の人口順に、従い並べてあるが、各年次をクリックすることにより、人口順に並べ替えることができる。ありがとうございます。